第201回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回は誓願安楽行の下旬です。これまで安楽行本に示される死安楽行を取り上げてきましたが、本日をもって結びとなります。安楽行本が結びになることは、同時に法華経の前半である釈門も終わりとなるのです。第69回以降の奇数回において序本第1より取り上げてきましたが、本日までの全68回にて釈門は結ばれます。誓願安楽行とは、教えが滅する末法という世において大いなる慈悲の心を起こし、この上なき心を得た時には、いかなる人々に対していかなる方法を用いてでも、神通力と知恵力により彼らを仏道に安住させることを決意すべきこと。それでは本文へと入ります。世尊の発言。その時に世尊は重ねてこの意義を述べ、下を説いて言いました。本日は一連の発言となりますが、これが安楽行本における最後の部分であり、同時に釈門の結びでもあります。常に苦しみに耐え忍ぶことを行い、すべてのものを憐れみ、よく仏の散断されるところの教えを説きなさい。仏の入滅した後の末法という世にて、この経を保つ者は在家者、出家者および菩薩ではない者に対して、まさに慈しみと憐れみの心を起こしなさい。これらの人々はこの経を聞こうともせず、信じようともせず、それはすなわち大きなものを失っているのである。例えば強い力を持つ天輪女王は、兵士が戦いにおいて功績があれば、もろもろのものを与え、象、馬、車、乗り物、装飾品およびもろもろの他、家、村、集落、都市を賞として与える。あるいは衣服、種々の珍しき宝、召使い、財を与え、歓喜して与えるのである。もし勇ましく健やかで難しきことを成就する者には、王は元取りの中にある曇りのない光り輝く宝石を解き、これを授けるように、如来もまたその通りである。如来は諸々の教えの王である。耐え忍ぶ大いなる力と知恵の教えを備え、大いなる慈悲の心を持って教えに従い、世の人を教化する。すべての人が諸々の苦悩を受け、煩悩の束縛から解き放たれて、自由の境地に到達することを求め、もろもろの悪魔と戦うのを見て、この衆生のために種々の教えを説き、大いなる方便を用いて、このもろもろの経を説くのである。すでに衆生がその力を得たことを知ると、最後にその人々のためにこの法華経を説くのであり、王が元取りの中にある曇りのなき光り輝く宝石を解き、これを与えるのと同じである。この経、つまり法華経は、尊くすべての経典の中で最も上位にある。私は常に守護し、みだりに開き示すことはしなかった。
今まさしくその時であり、お前たちのために解くこととしよう。私が世を去った後に仏道を求める者が安穏にこの経を説きたいと思うのであれば、まさにこのような四つのことに従うべきである。画面にて黄色で示しておりますこのような四つのこととは、これまでに取り上げてきました心安楽行、苦安楽行、意安楽行、心誓願安楽行、以上の四つであります。この経を読む者は常に憂いや悩みがなく、また病や痛みもなく、顔色は鮮やかで白くなる。貧しくて生活に苦しんだり、身分や地位が低く卑しい姿として生まれることはない。衆生が見ようと願うことは、賢者聖者を慕うようである。天人の諸々の童子は給仕をするであろう。刀や杖によって危害を加えられることもなく、毒によって害せられることもないのである。もしも人が悪口で罵ったなら、口は閉じられて塞がれるのである。歩き回って恐れのなき様は獅子王のようであり、知恵の光明は太陽の照らすようになるのであろう。これ以降の内容として、死安楽行を実践する人の未来におけることを夢に見ることとして明かすのであります。本文に戻ります。たとえ夢の中においても、ただ素晴らしいことのみを見る。もろもろの如来が獅子の座に座り、もろもろの陸たちに周りを右回りに歩く作法で礼拝されて教えを説いているのを見るであろう。また龍神阿修羅などの数はガンジス川の砂の数のように多く、うやうやしく敬って合唱し、自らその身を見れば、そのために教えを説いている自分を見るのであろう。また諸仏の体は金色で無量の光を放ち、すべてを照らし、梵天の清浄な音声梵音上により、もろもろの教えを説き、仏が出家と在家の男女のためにこの上なき教えを説くのであろう。夢で仏による狂気の場面を見て、自己もその中にあり、合唱して仏をたたえ、教えを聞き、歓喜して供養をなし、よく記憶して忘れない力を得て、退転することのない知恵を明かすのである。仏はその心が深く仏道に入ったことを知り、そのために正しき悟りを成就するように受記するのであり、お前たちをまさに未来世において無量の知恵ある仏の優れた大いなる道を得て、国土は清浄にし、広大なことは比べるものもなく、また出家在家の男女がいて合唱し教えを聞くことを見るのである。また自身が山林の中にあり、良き教えを収集して諸々のありのままの真実の姿を明かし、深く瞑想状態に入って十方の仏を見立て祀るのを見る。諸仏の体は金色で、百の服の形に飾られている。
教えを聞いて人のために説く。常にこのような良き夢を見るのであろう。また夢の中で国王となり、宮殿、親しく従う者、および優れた財欲、色欲、恩敷欲、名誉欲、睡眠欲という五欲を捨て、道場に詣で菩提樹のもとにある獅子の座にいる。道を求めて七日を過ぎ、諸仏の知恵を得てこの上なき道を成就し終わり、立って仏の教えを説き、出家在家の男女のために教えを説くことは、千万億光という時間を経て、煩悩のなき優れた教えを説き、数多くの衆生を迷いから救って悟りの世界へと導くのである。その後に悟りの知恵を完成させた境地に入ることは、煙が尽きて灯火が消えるようである。もしも後の悪しき世においてこの第一の教えを説くならば、この人が大いなる利益を受けることは、これまでに示した諸々の功徳のようになるのであろう、と。以上、今回までの全6回にわたり、安楽行本を取り上げてまいりました。以下、整理をしておきたいと思います。文殊菩薩は、仏滅後に経を広めることについて問い、対する仏は、身、口、心、誓願の死、安楽行に従して説きなさい、と指南をします。それらの一つずつについてですが、心安楽行、身を安定させ、誘惑を避け、静寂なところで修行をする。二つ目、苦安楽行。他人を軽蔑せず、過失を責めず、穏やかな心を持って口で説く。三つ目、意安楽行。争いを避け、敬い、慎む心で修行する。最後に四つ目、誓願安楽行。大慈大悲の心で一切衆生を救うという誓願を立てる。そしてこれらの死安楽行が明かされた最後には、仏がこの経を検問し、この経は検問しがたく受持しがたいものであるということを、法華支柱の一つ慶中明寿の例えをもって説き示しているのであります。以上で法華経の前半である釈門は結ばれます。次回第203回の予告でございますが、妙法蓮華経十十十本の第1回目として今回の続きを拝読いたします。次回より法華経の後半本門へと移ります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。